お元気ですか、ボクシミです。今回は2024年 BBM ベースボールカードルーキーエディション開封動画でございます。皆様ね、久しぶりの、新作でございます。こちらは1パック8枚入りで1ボックス15パック入りでございますので、前編8パック後編7パックずつやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。はい、まずは前編の8パックでございます。それではね、1パック目でございます。オリックスの、河内晃輔投手でございます。楽天の、日向直樹投手でございます。中日の川上理内野手でございます。オリックスの、東松海星投手でございます。日本ハムの浜田大輝内野手でございます。失礼いたしました。読売ジャイアンツのこれ伊豆口裕太内野手でございます。で、西武の宮沢大成投手でございます。で、横浜の清水真人投手でございます。2パック目でございます。楽天の青野拓実内野手でございます。中日の菊池とは投手でございます。オリックスの堀柊那捕手でございます。阪神の椎名剛投手でございます。椎葉剛投手でした。失礼いたしました。で、巨人の園田敦樹投手でございます。で、ロッテの大谷光投手でございます。で、西武の宮沢大成投手でございます。で、西武の竹内夏樹投手でございます。3袋目でございます。広島の常廣隼人投手でございます。川野颯太内野手、オリックスですね。で、楽天の、ウォーターズ二階ジミル内野手でございます。で、万波中正外野手の、カードでございます。で、西武の谷口朝日内野手でございます。で、2020年のこれドラフトパックのねカードでございます。はい、続けていきます。日本ハムの明瀬陽介内野手でございます。で、巨人の宇都宮草良内野手でございます。4袋目でございます。ソフトバンクの井上智也内野手のカードでございます。で、中日の津田圭司内野手でございます。で、オリックスの芦田武人投手でございます。で、ロッテの種市敦樹投手のカードでございます。で、ヤクルトの
西舘晃太投手でございます。で西武の村田レオン内野手でございます。でヤクルトの石原裕貴投手でございます。でロッテの竹内涼太投手でございます。お袋目でございます。ソフトバンクの藤田雄太郎捕手でございます。広島の高太一投手でございます。オリックスの菅博人投手でございます。阪神の山田修也内野手でございます。西武の金子浩二内野手でございます。で横浜の近藤大我捕手でございます。で西武の上田大我投手でございます。でヤクルトの松本健吾投手でございます。6袋目でございます。横山誠也内野手オリックスでございます。で阪神の松原海投手でございます。で広島の田村俊介内野手のカードでございます。でこれは、ソフトバンクの岩井俊介投手と横浜の松本亮斗投手のダブルのカードでございます。日本ハムの庄司春人投手でございます。あ、失礼しました。横浜の庄司春人投手でございました。失礼いたしました。改めて、日本ハムの星野日の出外野手でございます。で巨人の、田上優也内野手でございます。で日本ハムの有園直樹内野手のこれカードでございます。7袋目でございます。広島の杉田健投手でございます。で楽天の中島大輔外野手でございます。でソフトバンクの大山亮投手でございます。で、これは中日の小田豪輝外野手でございます。で、阪神の下村投手広島の常広投手楽天の中島外野手のトリプルの、ね、選手のカードでございます。こちらでございます。で、横浜の、小笠原壮内野手でございます。でドラフトパックのカードでございます。で裏はこうなっております。で読売ジャイアンツの千葉貴弘投手でございます。で8パックでございます。前編ラストでございます。阪神の、桃崎葵内野手でございます。広島の高太一投手でございます。中日の、これは福田幸之助投手でございます。ソフトバンクの、藤田純平投手でございます。読売ジャイアンツの又木哲平投手でございます。西武の金子浩二内野手でございます。で西武の、これ山村孝義内野手の、これカードでございます。で最後は横浜の石上大輝内野手でございます。はい、
以上で 2024BBM ルーキー、あ、ごめんなさい、つべさん、 2024BBM ルーキーベースボールカードルーキーエディションの開封動画、前編の8パック終わりたいと思います。で、ところどころね、ちょっと間違ってる可能性もございます。その時はね、大変申し訳ございません。で、ちょっとね、タイトルもね、ちょっと神々で、それまた申し訳ございません。後編も、7袋、開封して おきますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。